私は、ゆうこって言います。教会の前で、綺麗な女の人が笑った。それは、その名前にたどり着くまでの物語。これは、最果ての駅で語られたものとは別の、最果ての冬の一幕。ゆうこ。ええ、ゆうこです。あなたのお名前は？女性はかすかな間を置いて、彼女の名前を尋ねてきた。あらら？お姉さん、あなたのお名前知りたいなぁ。ニキ。子供っぽい蓮子に、彼女はぶっきらぼうに答えた。ミキちゃん？未来。え？どっちなの？未来って書いて、ミキって読むって。ああ、そういうことですか。何かを納得して、ゆうこと名乗った女性が満面の笑みを浮かべた。いい名前ですね。うるさい。空気にひびが入るような音がして、二人はしばしの間無言で見つめ合った。何でもない一つの出会い。しかし、始まりは確かにここだったのだ。My
よう。大丈夫なのか？このくらいってこんな夜中に何してるんだ？とっくに寝てる。同じ質問をするなよ。昔のことを思い出してただけさ。なんだよ。ムカつくな。冗談じゃない。レンジの家に女の子が来るって話、知ってるか？なんだ、お前も知らないのか。隣の家のことくらいは気にしておけよ。いや、なんでもないんだけどさ。なんで断定できるんだ？ああ、それもそうだな。演奏って弾くのか？同感。その日、私は最果ての町にやってきた。髪をサイドでまとめてみたとか、制服姿だとか、自分でもそこそこ愛くるしいと思う顔つきとか、大きなカバンを足元に置いているとか、そういう特徴はあるが、自分の知っている彼女たちと比べれば、平凡の息を出そうにはない。
ただ、なぜか人目を引いていた。おそらく、ニコニコと笑っているからだろう。何がそんなに楽しいの？実はそれには理由がない。ただ、もし誰かがそれを問いかけたならば、私はこう答えるだろう。今が夏だから。照りつける日差しが気持ちいいから。川がキラキラしているから。ソフトクリームが美味しいから。だから、笑みを抑えられない。うわ、ソフトクリームは食べるのではなく、舐めることを信条としていて、そんな子供っぽい不器用さから、努力はしているものの、指にクリームが垂れてきた。ちょっと恥ずかしい。ブラブラと足を揺らす。と、私は急にあたりを見渡した。なんだろう。何が気になったのか、わからない。特にこれといった変化は見られない。待ち人が来るまでには、まだ少し時間があるはずだった。親指と人差し指をペロリと舐めて首をかしげる。はてはてな。そうやって意識を外に向けて、耳を澄まして気がついた。かすかに弦楽器の音が流れていたのだ。どこかの家で CD を流しているわけではなさそうだ。それは現実に空気を震わせる波。穏やかに寄せては返す。海みたい。波は空気を伝い、鼓膜を震わせ、血をめぐり、心に響く。綺麗ね。私は音の邪魔にならないように、そっとつぶやく。夏そのものと合奏しているような海の音色。空がまるで、そこが海面であるかのように白く瞬いた。何かが始まるかもしれないと、異邦人の私が一瞬だけ考えた。その日、二人が出会うことはなかった。しかし、葉山瑞希は、久世修一のバイオリンの音に出会った。どこか遠い、波の音。私は漂っている。ゆらゆらと。視界の端で光が揺れる。キラキラと思考が流れる。ふらふらと、あ、心地よい。流れに逆らわず、寄せては返す波に命を任せる。クラゲのように、泡のように、夢のように、壊れた万華鏡のように。人間は海から生まれて海に帰るというが、私の原初の記憶もそこにある。私はそこから生まれた。もっともっと
暗い海の底から生まれた。誰にも見つかっていない。しんしんと降り積もる命のかけら。意味はない。意義もない。意志もなく、意志もなく、意志だけがある。沈んでいく。沈む。やがて、光が消えた。それでも、なお沈んでいく。そして、どこか柔らかい場所に舞い降りた。天使が地上に降りるとき、こんな優しい気持ちになるのかもしれない。光はないけれど見える。見えるだけで何もない。生きてるものなど何もない。私以外には。いや。白い花が咲いていた。ユリ？ありえない。いや、揺れる姿が花に見えただけで。それは、人間の手だった。白くて細い、ガラスのような女の子の腕が咲いていた。五本の指が、一本一本別の生き物のように揺らいでいる。まるで手招いているようだった。かわいそうに。こんなところに一人で咲いているなんて。かわいそうな私。もう、大丈夫だよ。私は、その手を取った。スーッと、肺に熱い空気が流れ込んで、生き返った気がする。かすかな寝汗を覚えて、胸元の襟を手で緩めた。うっすらとまぶたを開く。すぐ近くにレンジの顔があった。手を握られていた。はて。いや、私の方が握っている。それに意味がないことに気づいて、すぐに話した。朝ごはんなんだけど。予売？朝ごはんだって言ってるだろうが、起きろよ。コツンと頭を叩かれた。おはようございます。ベッドから降りて背伸びする。頭がクワンクワンと揺れた。ちゃんと目が覚めるまで、あと5秒くらいかかりそう。5、4、3、2、1。おはよう！ごめんね、部屋取っちゃって。いいよ別に。我が家ながらあそこに人様を入れる気にはなれないし。
レンジが苦笑いしながら答えた。客間というか空き部屋がない。実際はあるのだが、別の用途で埋まっている麻生家では人が来るとレンジかおばさまの部屋が提供されるそうだ。そして椅子取りゲームにあぶれた人が家を留守にしているおじさまの部屋を使うとのこと。そのおじさまの部屋がどうも想像を絶するらしい。麻生家の人間曰く、アンチ竜宮城。絵にも描けない恐ろしさということだ。何か怖い夢でも見たの？は？レンジが何を言ってるのかよくわからなかった。起こそうと肩を叩いたらいきなり手を握ってきたから。ああ、なんだろうね、いつも同じ夢を見るの。夢？レンジのつぶやきを聞きながら、私は自分の手を見つめた。綺麗な花の夢よ。おはようございます。おはようございます。私のメイなんです。はじめまして、葉山瑞希と申します。瑞希は全部カタカナです。もうお休みなんです。受験は推薦で決まったし、自由登校の期間なのでレンジの家に遊びに来たんですけど。あ、この服は清掃というか
他にちゃんとしたものを持ってくるのを忘れたというか、フォーマル用。はい。ありがとうございます。ちょっと彼女の挨拶にと思ったのですが、切り出す前に済んでしまいましたね。大丈夫です。相性もいいようで何より。いえいえ、何でもありませんよ。ところで今、お時間よろしいですか？親睦を深めるという意味では一緒かもしれません。すごく気持ちいいので。いえ、本当に結構です。すぐに用件は済みますから。お話が早くて助かります。実はこれから1週間ほど、お昼から夕方までみずきちゃんと一緒にいていただきたいんです。私は料理教室が時期的に忙しく、レンジも夕方までは学校なので、みずきちゃんがその間は一人なんですよ。もちろん彼女も大人ですが、やはり慣れない場所では戸惑うこともあるでしょうし、一人で出歩かせては危ないかなと。唐突でおかしな話だとは思いますが、久世さんにお願いできれば。気になることがあればどうぞ。
襲うんですか？鬼？おばさま、そこまで無理にってわけでもないので。どうかな？いいんですかね？それじゃあ、お願いできれば嬉しいです。できれば今から。この後もう私は出かけなければいけないので。夕方6時くらいに家に帰ってきてくださればいいのですが。そういえば、瑞希ちゃんを預けるにあたって一つだけお約束してほしいことがあります。何の話ですか、それ。夜の0時過ぎに餌を与えちゃいけないのは確かですけど。太りますよね。太らないです！ほら、昨日の夜もレンジと寝っ転がってお菓子を食べながら。太らないんです！絶対に太りません！太ってなるもんか！冗談は置いておいて。冗談でも聞きたくないっす。
実は海にだけは行かないようにしてほしいんです。問答無用で。それでは私はこれで。細かい話は後ほど。あ、おばさま、ありがとうございました。気にしなくていいから、お礼はクゼさんにね。迷惑はどうやってもかかるものだけど、必要以上にはかけないように。はい、それでは彼女のことよろしくお願いします。ねえ、クゼさん、クゼさん。私のことを襲わないでくださいね。それもいいですけど、お話ししてはいけませんか？そういう話じゃないんです。これから一週間お世話になりますし、まずお互いのことをよく知っておく方がいいと思うんですよ。転校生の自己紹介みたいなものです。大丈夫ですよ、心配ご無用です。クゼさんはいい人です。そんな匂いというか、私にはわかります。うわ、爽やかに自己否定しないでくださいよ。ま、照れてるだけでしょう。自分がいい人だなんて言ってたら、それこそ怖いですし。はい？
バイオリンはどこにあるんですか？あ、いえ、久世さんはプロの演奏家だそうで、ちょっと聞いてみたいなーとか思ったりなんだり。あー、しょんぼりですね。昨日の演奏で何かあったんですか？川辺にいたら聞こえてきたんです。すっごく綺麗でした。音で作られた海みたいに。この街でそのレベルなら久世さんのバイオリンだろうってレンジから聞きましたけど。いえ、それならレンジも持ってたはずなので。残念だけど諦めましょう。やっぱり生が良かったんですけどね、生が。いいと思います。お話も途中でしたし。もちろんですよ。そういえば久世さん、無理しないで普段の口調でいいですよ。さっき一度だけ素になってましたよね。私じゃなくて俺って言ってました。ですか？それなら今は仕事じゃない方にしましょうよ。私も上品なのは疲れちゃいましたし。そうですよ、女の子は猫をニャーニャーかぶってるものですから。ですね。
ですです。何の話ですか？でもありませんよ。この教会ってかっこいいですよね。いかにも教会って感じで。そういえば日村さんですかね、紹介してくれる人って。レンジから話だけは聞いたんですよ、千尋さんのあの時のことで。チカチカします。うわ、子供扱いしないでくださいよ。その子、分かってる。まあ、私はクゼさんの彼女ではないですね。なるほど。あ、はじめまして、葉山瑞希です。瑞希は全部カタカナです。日村です、よろしく。おい、日村さんって教会の方なんですか？
ですか？うわ！言われてみれば楽しい経歴を匂わせる悪そうな顔。どうもテンポが合わない。ちょっとクゼさん、お友達にそんな言い方をしてはダメです。親しき仲にも礼儀ありです。そういうところはきちんとしなくちゃダメですよ。俺はどうなるんだ。ところで何の話でしたっけ。俺も用事がわからないんだが。全然違うじゃねえかよ。っていうか、会うやつ全員に誤解を広めようとするな。特に用事はないってさっき言ってましたよね。本当にないのか。なんでですか？顔に似合わずいい人なんですね。お前ら、俺の顔に恨みでもあるのか？え？君、こいつと付き合ってるとバカになるよ。何せ、音楽校の大事な試験に二日酔いで参戦したような奴だから。なんですかそれ。本来は静かな曲をやたらと激しく弾いて、奇抜なアレンジだとみんなを驚かせたと思ったら、実は安いワインの飲みすぎで機嫌が悪かったとか。気が向けば街灯や電車の中でもいきなり演奏しだして、何度か警察のご厄介になったとか。上機嫌に笑ってバイオリンを構えていると、まるでこれから天使でも借りに行く漁師に見えるとかいう話もあったな。
二人の仲が良いのはわかりましたが、なんだかすごいのかすごくないのか判断しづらいエピソードですね。けなしてるんだよ俺は。ごきげんよう。まったく。ですね。うん？どうしました？私に惚れると、やけどしますよ。ちょっと。でも、散歩のせいじゃなくて、この街に来るまでの疲れですから。明日からは元気に行きますね。久世さん、今日一日、どうもありがとうございました。私は面白かったではなく、楽しかったです。全然違うことですよ。意外とぼんやり屋さんなんですね、久世さんって。そうです。その違いを知ることを夏休みの宿題にしましょう。マザーグース？女の子は砂糖とスパイスと素敵なものすべてでできているってマザーグースだったよな。それがどうかしたのか？それは質問か？
何が言いたいんだ、結局。哲学の話じゃなかったのかよ。なあ、クゼ。こんな時だから、一つだけ聞いておきたいんだが。お前は今幸せか？